公共曲第2番波長長太陽作品42はアントン・ルビンシテインが作曲した公共曲世界の7つの海を表したとされる二度にわたって改訂され頂戴化したことで知られる他の多くのルビンシテインの公共的作品同様メンデルスゾーンの影響が指摘されており民族的要素はほとんどない 1848年から1854年にかけてルビンシティンは3曲の公共曲の作曲を試みた。そのうち現存するのは2つのみで、一つが19世紀ロシアで作曲された。最初の公共曲の一つとされる、公共曲第1番作品40、そしてもう一つが本曲となり、1851年に完成した。4楽章からなる初版は、 翌1852年3月6日にサンクトペテルブルクで作曲者自身の指揮により初演されて大成功を収め当時まだ11歳だったピョートルチャイコフスキーは天才の仕事だと絶賛した1854年11月16日にはライプツヒで作曲者式のゲバントハウス還元楽団により演奏されておりこれは海外で 初めて演奏されたロシア作曲家の公共曲だと考えられている。楽譜は1857年に出版され、ルビンシテインは本曲をフランツリストへ検定した。1863年にルビンシテインはスケルトンを含む2楽章を追加して一部楽章の順序を入れ替え、全6楽章となった。結果として本作は公共曲というよりも、 公共組曲という色彩が強くなった。初版を評価したチャイコフスキーは、これらに学章を非常に魅力的だとしながらも、追加したことにより、本作が超大化し、初版の古典的そんなだけ式のバランスが破壊されたと批判した。チャイコフスキーが最初の公共曲を作曲したのはこの後である。民族色を取り入れた。 公共曲第5番作品107を作曲した1880年、ルビンシュテインはさらに嵐を表す楽章を第2楽章として追加して他の楽章の速度記号を変更し、結果7楽章に落ち着いた。しかし、ルビンシュテインが亡くなった直後の1894年12月19日にリヒャルト・シュトラウスは、 本作の第3版を演奏する予定を変更し、初版を演奏するなど評判は良くなかった。今日ではナクソスなどから初版と第3版の録音が出ているが、民族学派と対立したルビンシテイン自身が、ロシア国内で長く忘れられていたことや、曲字体長大なことも手伝い、実演の機会はほとんどない。アレグロマエストーソ派長長。 アダージョノンタントホタンチョウアレグロトチョウチョウアダージョアレグロコンフォーコハチョウチョアレグロマエストソアダージョに、チョウチョウアレグロトチョウチョウアダージョホタンチョウスケルツォプレストエチョウチョウアダージョアレグロコンフォーコモデラートアッサイハチョウチョウレントアッサイイタンチョウアンダンテニチョウチョアレグロトチョウチョウアンダンテホタンチョウスケルツォエチョウチョウアンダンテハチョウチョウありがとうございます